皆さん、こんにちは。永瀬です。今回の動画は、おすすめの本紹介第7弾ということで、古市憲寿さんが書かれた、正義の味方が苦手ですという本について紹介していきたいと思います。古市さんは、テレビのコメンテーターとしてもおなじみの社会学者の先生ですよね。そんな古市さんが、正しさにとらわれず、現代社会を柔軟に生きるための思考法について紹介してくれています。今、こちら冒頭に、今こちら本の帯に戦争が起き、元総理が殺され、コロナは終わらないというふうにありますが、やっぱりこのように現代社会、このすごい混沌としてますよね。まあ、そんな中で、そんな現代社会でも柔軟に生きる方法について、どうすれば皆がよりよく生活できるのかという方に、皆がよりよく生活できるのかということについて、古市さんが紹介してくれています。この本は4つの章で構成されていて、65個の見出しがあります。第1章、緊急事態下の脱力法。第2章、そんなに頭に血を上らせてどうするの。第3章、よそ者にはよそ者の幸せがある。第4章、戦争が起き、元総理が殺された。とあります。そして各章、この様々な見出しがあります。65個すべての見出しを紹介することはまあちょっとできないのですが、その一部を紹介します。ファクトは感情に勝てない。まあ、やっぱり、事実があったとしても、やっぱそれぞれ人が思い込んだことっていうのは、やっぱすごく恐ろしいんですね。まあ、そういったものであるとか、まあ、その他、第2章のところには、行き過ぎたし、暴走する正義感が行き着く先はということにあって、正義感を持つことはやっぱりいいんですけど、そういうのが暴走した時に誰かを攻撃してしまうということがあったりして、まあそういったことには、まあそういったことっていうのが本当にいいのかっていうことについて、古市さんが記されています。まあその他にも、まあ様々なこう見出しがあって、まあ最後、安倍さんにはもっとこの世界にいてほしかったってありますが、まあやっぱり安倍さんっていうのは安倍元首相のことですね。まあまあ、安倍元首相が殺害されてしまいましたが、まあ、山本容疑者を擁護する声もありますよね。まあ、しかし、そういったテロや暴力行為に意味を持たせても良いのかということについても考えさせられます。まあ、このように見出しだけでも、現代社会の問題について、まあ、様々な疑問が投げかけられていると思います。実際この それぞれの文章を読むことで実際に現代社会について自分がど、人々が自分がどのように考えて生活していくべきなのかということについて考えさせられています。古市さんは初めにこのように述べています。この本は歪んだ本であるし、読んでいるあなたも歪んでいるということなんですね。これなかなかインパクトのある言葉ではないかなって思います。まあ、しかし古市さん、この次に、この後にこのように続いています。重要なのは、互いに歪んでいることを理解しながら、歩み寄れるギリギリの場所を探すことだ。むしろ、歪みを許さない正しすぎる社会というのは怖い。正義とは、歪みや迷いと対話を繰り返し、少しでもいい社会を構想する中で、おぼろげに浮かび上がってくるものくらいに思っていた方がいいだろう。まあ、ということなんですね。まあ、確かに、人々それか、まあ、立場とかありますし、価値観も人それぞれですので、まあ、歪んでいない人間というのは、この世界にはいないですよね。まあ、しかし、その自分が歪んでいない自分こそが正しいというふうに考えてしまって、まあ、そういった歪みを、それで他の人が歪んでいるって考えてそれを許せないっていうことで、やはりそういった社会は誰かを攻撃してしまうようになりますし、怖いようになってしまうのかなと思います。もう人々歪んでいる者同士が歩み寄れる社会というのが、もう自分も他の人も、幸せに過ごすことができるようになるんではないかなと思います。この本を読んで、私はやっぱり、正しさだけにこだわってはいけないというふうに感じました。何が正義で、何が悪かというのは、まあ、時代や人々の価値観によって変わりますので、それぞれ自分も他人もどのようにすれば幸せに過ごすことができるのか、もうそれを考えて行動していくべきなんじゃないかなって思います。正しさにとらわれず、何が幸せかを考えるということを皆さんにもこの本を読んで考えてもらいたいと思います。
それでは今回の動画は以上となります。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。